相手には困らないな。どうか爆撃。いや、いや、あんたはどうなんだ。相変わらずの手際に前から良かったってことよ。この程度の相手なら余裕ね。私たちにかかれば楽勝。常にこうありたいものだな。君は気づいているのか。何をだ。シオンのことだ。あんたからそんな話題を振られるとは思わなかった。私が気にしているのは、今我々の預かり知らぬところで確実に進行しているであろうはずの何かのことだ。シオンがそれと関係していると言いたいのか。レナス・アルマが茨から逃れる手段になりうるかもしれない。そう彼女は言った。なのにそれが失われたこととその後の彼女の様子はどこか噛み合わない。それに先祖から受け継いでいた力、巫女の力のことは本人も知らなかったんだぞ。だとしても彼女が無関係という証にはなるまい。デル・ワリスで見せた茨の暴走もそうだ。あのような闇の精霊力の権限は見たことがない。レナ人なら誰だって闇の精霊力を持ってるはずじゃないか。その通りだが、あれほどの力となれば話は変わってくる。ありえないのだ。誤解しないでもらいたいが、私は別に彼女を疑っているわけではない。ただこの件に関してはまだ何かあるような気がしてならないのだ。君は違うのか。悪くあるまい。昔はきっとここを通って隣の国と行き来していたのに。やっぱボルランガのこれで隠したの。さっきの手下はここのことを知ってて潜んでたか。入り口が崩れてあらわになったので出てこざるを得なくなったのだ。クルルは隠れてて。やばい、ルルの先に光を危ない。炎の光を危ない。やっごめん。お前がいくらでも相手になってやる。こう止まれるとやりつかって仕方ねえ。塩を頼めるか。任せて。豪華爆撃戦力でいけそうだ。大丈夫、終わりだ。緑の勝ち。切り開く支援章。フリーズランド。なんとかなったな。囲まれたか。ヤマタンだ。ロックブレイク。大地のもとで豪華爆撃戦。燃えろ。やるぞ。私に任せて。空を飛ぶやつか。私なら動けるよ。分かった。倒したぞ。相変わらずの手際に。そうか、変わってないんだ。ま、前から良かったってことに。ユーミン、こうするなんて。任せたまえ。ヤマタノン死の精霊ロックブレイク。敵は実は私が奪うよ。お便り見せるぜ。マグナレイ。
俺は止められねえぜ。物資や生活の跡、ズーグルの檻まで。ここがボルラーンの残党の根城だったらしいな。こんなとこに隠れてたんだ。見た方が身のためだ。合わせるな、活路を見出そう。あと状況が逆転したら敵はバスか落ちるわよ。もう一踏ん張りだ。こうも飛び回られてはな。分かってるわ。私が落とす。やっと私が止めるよ。見てくる、やらせるか。今だ、うっとる。やばさろ。私の精霊術もある程度のものにはなったか。それである程度ってあんたはどこ目指してんだ。うん、ゆくゆくは紺の先から花を咲かせたり、手を触れずに紺を操ったり。それは奇術と言います。うまくいったわね。私たちなら負けないよ。私の感性もそう告げている。どこまで奪えば気が済むんだ。なあ、何をしてるんだあれは。
今までスルトたちが集めてた精霊力もレネギスに送られていたのか。私が知る限りは違う。もっとも例のレナス・アルマ誕生、いやボルラーンが王の紋章を持つと判明して以来、私の知識に果たしていかほどの真実があったのか怪しいものだ、デュオハリム。だが糸を引いているのが何者であるにせよ、あれが以前から計画されていたことなのは間違いあるまい。なぜ？いかにレネギスといえど、あれだけのことを一月かそこらで行うことはできまい。長期にわたる準備とそれに先立つ目的があったはずだ。ではスルドブリガは今となってはその一環に過ぎなかったのではないかと私は考えている。ともあれ今はそれ以上のことはわからん。このまま進むべきだ。道はまだ続いている。シスロディアに通じている可能性は高い。そうだな、進もう。茨、闇の精霊力。シオンが心配か、リムル。心配だよ。でも聞くのが怖い。そうだな、私もだ。そういえばさ、あのくさびと一緒に降ってきた四つの光どうなったんだろう。点でバラバラに飛んでいったからな。どこに落ちたのかも見当がつかない。自信ないけど、あれも精霊力、それもそれぞれ違う属性の精霊力だったみたい。くさびでダナの精霊力を吸い上げているのに精霊力を発射したのか。何のために？わからない、あっという間だったし。何かまた新たな脅威でなければいいのだがな。もしくさびがあの赤い女の仕業なら、あの光だって。やっぱり変だぜ。え？赤い女だよ。絶対にシオンもティオハリムも見てないわけないんだ。二人が嘘ついているっていうの？いや、そういう意味じゃないけどよ。ただなんか理由があるはずだろ。二人に共通するのはレナ人という点。その辺にしておこう。いろいろと気になるのはわかるが、今はここを抜けることに集中した方がいい。うん、そうだね。片付けましょう。
特訓の成果が出たぜ。この程度の相手なら余裕ね。私たちにかかれば楽勝。常にこうありたいものだな。問題なさそうな相手なら人気の国に相手には困らないな。よしこっちの場だ。死ぬなら終わりだ。ブラッシュ一旦立て直したまえ。俺は止められねえぜ。突破するぞ。ヤマタロウ自由術を使いすぎたかしら。近づかせないよ。やばせろよ。忍者の一気に合わせるな。活路を見出そう。天使を突っ込もう。乱れ豪華爆炎で大石の元に刻まって存亡が激しいな。エアプレッシャー。今だ。やっと終わりだ。私が止めるよ。ブラッキーハウリングに任せてくれ。やめて。これまでの戦いが実を結んだな。新たな力が手に入ったな。スロディアだ。あの橋を下ろさないといけないな。こちら側から操作できそうだ。とにかく見てみよう。
ロウ、大丈夫？まあろくな思い出もないとこだけど、聞くしかねえからな。そういうお前は平気なのか？うん、私も行くよ。みんな一緒だしね。俺もだ。行こうぜ。よかった。これで渡れる。俺、何者だ？俺はアルフェン。敵じゃない。アルフェンだって？驚いた。本当に君なのか？私もいるよ。おお、リュウエル。元気そうで何よりだ。あんたはここで何をしているんだ？領内の見回りだ。まさか君たちに出くわすとは思わなかったが。いや、それより空の上で一体何が起きているんだ。まるでこの世の終わりだ。それを突き止めたいんだ。ちょうどいい。そのためにあんたに頼みがある。そうか、あそこから現れたのでもしやとは思ったが、全てのスルドを倒すとは、やはり君は本当に英雄なのだな。よしてくれ。それより助っ人の件は何とかなるか？ガナス・ハロスへの援助は他の組織とも連絡を取って何とかやってみよう。君の名を出せば無下にはされまい。助かる。俺たちはレネギスから降ってきたくさびの方を何とかする。確かにそちらの方が君たちにしかできないことだろうな。しかし海の上だ。どうやって行くつもりだ？船だ。これから探す。仕方がないとはいえ世話しないな。そういえば仮面はどうしたんだ？なくしたよ。いろいろあってな。まさかブレゴンに会うとは思わなかったよ。あの様子だとシスロディアはうまくいってるみたいね。ああ、おかげでこっちは船探しに専念できる。船って馴染み薄いよね。支配するにあたりレナはあまり積極的に水上船を用いようとはしてこなかったからな。小舟程度ならそこらにあるかもしれないが。くさびは大海の真ん中です。小舟では心もとありません。確かに途中で沈むようでは困るわね。アウメドラの船みたいのとは言わないけど。まあ、それこそそんなのどこ探したって見つかりっこないぜ。なんとかしてくさびに行かなきゃならないんだ。可能性がありそうなところを当たってみよう。ブレゴンのおかげでガナス・ハロスの方はなんとかなりそうだな。誰が送られるのだろうな。いずれかの抵抗組織の人間には違いないのだろうが。案外毒なんて適任かもな。薬草の知識があるから頼りになる。毒ってカラグリアにいた老人でしょ。ガナス・ハロスは遠いし長旅に耐えられるかしら。兄さんの補佐をしていたラギルなら適任だろうが、彼女もメナンシを離れるのは難しいだろうな。そういう意味ではミハグサールからも厳しかろうな。あそこの人手不足は深刻なままだろう。まあみんな何かしら自分のとこで手一杯だよな。なんか結局ブレゴンが自分で引き受けちゃいそう。あの人結構苦労症っぽいし。でもこうして考えてみると
私たち行く先々で随分いろんな出会いがあったのね。ああ、それで得たつながりこそが俺たちの宝だ。ブレゴンに任せた以上、俺たちは自分のすべきことをしよう。無事につけたな。そのうん、悪趣味ね。うん。